十二時になりました。シェスタユミタン FM ランチ毎週水曜日お昼担当は私近条玲子がお届けいたします。そして水曜日この時間といえば。 スカイミュージックツアーズ。この番組は美味しい、楽しい、暮らしに便利な読谷のスポットシナジースクエアと沖縄の観光をお得に楽しむゆくるぽんの提供でお送りいたします。 2018年4月25日水曜日、時計の針はお昼12時4分になっています。スカイミュージックツアーズ、テーマは空、音楽、旅など、旅の話を交えながら音楽と共にお届けいたします。それでは東京はまもなく、旧ヨミタン飛行場を離陸いたします。本日は、FM ヨミタン航空という電波の飛行機にご登場いただき、誠にありがとうございます。 本日1時間皆様の旅のお供をさせていただきますのは客室乗務員の金城玲子でございます。皆様の旅がより一層楽しく思い出深いものになりますようご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。また番組をお楽しみいただくため携帯の電源はマナーモードに設定ください。また番組を Ustream にてご覧いただく場合は電源をお切りにならず、 FM 読みたのホームページを検索の上ご視聴ください。本日もお客様のご希望で機内食をご用意しております。本日のメニューはチキン南蛮またはハンバーグカレーでございます。どうぞ皆様お召し上がりください。さあ、いよいよ4月も下旬になり、今週末から大型連休がスタートとなります。新緑の美しい季節になりましたが、皆様のご旅行の予定はいかがでしょうか 最近は全国的に気温差がありインフルエンザや発症が流行っているようで沖縄県内のイベントなどももうすでに中止になっているものもあるようですさあ健康管理をしていただきながら楽しいゴールデンウィークの計画皆様を立ててくださいねさあそれでは皆さん今日はゴールデンウィークに聴きたい曲そんなランキングがネットにあるというのをご存知でしょうかさあその中から今日は皆様にお届けいたします 決めいしでドライブ。

時刻は12時12分になっていますここで沖縄気象台発表天気予報まず天気概況からです沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高くなっています海上や海岸付近では本日夕方までは高波に十分注意してください沖縄地方は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気や前線の影響で曇っており弱い雨のところがあるようですさあ続いて中南部のお天気です 北西の風曇りところにより夜の初め頃までは雨波は2.5メートルのち2メートルの高さとなっています船舶の方縁が行かれる方は十分お気をつけくださいさあ本日の気温ですが昨日より4度も低く23度となっていますえ冷たい風が吹いていますので皆さん十分体調管理お気をつけください以上天気予報でしたさあ続きまして cm を開けましてえ皆様に今週 二十七日に二周年を迎えます。シナジースケの情報を皆様にご紹介いたします。飛行機はまもなくシナジースクエアに着陸いたします。機体が完全に停止し、座席ベルトの着用サインが消えるまで、お席にお座りになってお待ちください。 時刻は12時16分になっていますさあこのコーナーは大安にあります読谷のスポット、えー、今年今週のあさって27日で丸2周年を迎えますシナジースクの情報、えー、この方とご一緒に進めてまいりますそれではどうぞはい えー、いつもありがとうございます。<laughs> シナジースクエアの林です。よろしくお願いします。はい林さん、今日もよろしくお願いします。はい、はい、えー、もはやさんといえば、もうシナジースクエアという、またはラグビーという。<laughs> 本当にね、<laughs> はい、二、はい、つの顔をお持ちなんですけれども。さシナジースクエア、いよいよ。 2>, はい、2周年の迎えられるそうで、はい、おめでとうございます今、本当にこ,この時間、いつも交通カメラを見ながら、うん、シナジースケアの車の、うん、車が駐車している状況、いつもお伝えしてるんですけれども、はい、いっぱいですね、ありがたいですね。はい、そして今、ちょうどこの南の方はモスバーガーさんのまた向こうに、新しくね、4月でしたか、オープンした、はい、4月でした いつですと？四、はい、月じゃないです,、ね、も,っですもっと前、はい、もうちょっと前にね、はい、オープンしました。また新しい店舗もたくさんありますけれども、はい、どんどんこのシナジースクエアのね周辺がまた賑やかになってきているんですが、はい、さあ二周年を今週迎えられるやつですよ、はい、はい、今どんな心境なんでしょう？<laughs> えー、心境はい、まあワクワクしてますね。はい、ねそうですよね。あのー、まあ二周年ということで、はいえー、シナジースクエアの LINE のお友達の皆さんにですね。はいはい ちょっとプレゼントをたくさんご用意しているので、すごいはい、これがどなたに届くかなっていうね、うん、ワクワクでいっぱいなんですけど、そうですか。はい、さあ今ラジオを聞いてる方、特にね毎回聞いてらっしゃる方もいらっしゃるということで、ライン登録をすでにされている方も多いと思うんですが、はい、今からでも遅くないですか。今からでも遅くないです。あの4月27日に、えー、抽選が届きますので。はい それまでにしといていただけたら、はい、あのぜひねご家族の中でまだしてない方とかいたら、うん、やった方が確率が上がるのでじゃあまず仕方をちょっと先に、はいえー、シナジースクエアの LINE のお友達になっていただくためには、はいえー、一番簡単なのはですね、えー、シナジースクエアをインターネットで検索していただいて、うん、シナジースクエアと入れて検索していただいて、はい、シナジースクエアのホームページから 登録ができます。はい、もう簡単ですね。あの登録ボタンありますので、ま特にスマホで見てるときはそのボタン登録押すだけではい。あのご自分の line のところにですね。案内届きますので、はい。また line 登録するだけでね。ろんな特典もあるみたいですね。もう登録した瞬間に特典ありますので、はい。あと、あの店舗の情報もどんどん入ってくるんですよね？ 店舗の情報はね意外とどんどん入ってこないです。かあんまり頻繁に入ってきてもねちょっとうっとうしいでしょたまにしか出さないんですけどさすがですねいいことだっけねせっかく登録していただけるので登録していただいた方に喜んでもらったり楽しんでいただいたりねそうしたいなと思って運営していますじゃ早速ご紹介をお願いします。 何時何分かは、はいえー、秘密ですが、えー <laughs> えー、まず今回のですね、2周年の、はいえー、感謝の思いを込めたプレゼントはです1000、ねえー、円クーポンを100名様に、はい、100名ですか、はい、それも1000円、はい、すごいですね、皆さん聞きましたか、はい、100名ですからね。 100名やったら結構当たりますよ <laughs> 結構当たりますよね <laughs>、はい、家族みんなでやったら大変なことになりそす、ね、そたまにこういうのやるとあるんですけど、はい、家族で何人か当たったみたいなケースもねありますね持ってる人は持ってるんですよねそう、うん、家族みんなで一斉に当たったっていうね、はい、もう外食家族みんなで大喜びで、はい っていう方もいらっしゃいますね、はい、これあの、はい、いつも何日かに分けたりするんですけど今回はもう4月27日金曜日、はい、この日に全部出しますので、はい、ぜひその日は受け取れる状態にしておいてほしいと思います、はい、ちょこちょこ開けた方がいいですね、はい、LINE ね,ねまあでも通知が来るように設定してるから、ねはい そうか、ね、通知が来るように設定しておいた方がいいですね。うん、そうですね。まああの百、ー、名も当たるので結構当たるんですが、うん、とはいえ百、うん、名当たっちゃったらそこで終わりにな終わりというかもう当たらなくなっちゃうので、でね、はい早くチャレンジできたらいいですね。そうですね。はい、早く皆さん LINE 登録してない人はちょっとお友達にも。うん でも友達に広めたら当たらなくなるっていう。あ、そうか。家族ですね。そうですね。まずちょあとは仲のいい友達。そうですね。一緒に行っておごってくれる。本当ですよ。いいですね。はい。まあその他にもですね。ちょっと詳細まだ最後中確定してないところあるんですけれども、まあ例えば五千円とか一万円とかそういった高額ものもある。いくつか。はい。あるんですか。ご用意して。 出す予定です。この1000円を100名とはまた別にやるので、はい。本当に持ってる人は両方当たるかもしれません。2回チャンスがあるといことですか。そういうことです。すごい。普通でも当たったら終わりですからね。皆さんちょっとライン登録をしてください。シナジースケの、はい。え、本当にお得だと思いますね。え、またちょっと高額なものもある予定だということですから、皆さんぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。はい。 大丈夫ですか?うん。大丈夫です。はい。そんなに大丈夫ですかそんなにプレゼントしちゃって。それはわかりません。<laughs> はい、でもね。ねうん、うん。いつも一周年の時も本当にプレゼントしていただいたり、ね、仲間が本当にいつもシナジースクエアのね。あの、もう本当に今聞いている皆さんに、いつもなんかいろんなプレゼントしてくださるので、逆にありがとうございます。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。<laughs> こちらこそ、よろしくお願いします。はい、はい。じゃあ、続いての。続いてのニュース。はい、これ、ちょっとすごい、ね、あの、うん、僕は。 大ニュース僕にとってはね大ニュースなんですけどお伝えしたいのがシナジースクエアの一番南側新しくできた建物1階ですねゴーパチ通りから見るとカフェがあってその奥になるんですけれども鶏と卵の専門店鳥玉さんで新メニューがあるんですがただの新メニューじゃなくてですね えー、これぜひあラインでは先ほど情報を配信させていただいたんですけどうん、うん、ぜひですね写真も見ていただきたいはいはいあのメニュー名からいきますとはい、えー、琉球卵とはい琉球卵琉球卵と鶏もも肉のネギ味噌親子丼、はいはい、おいしそう美味、うん、しそうはいあのこれがですねはい。 早原の方にある2の間では日本一の親子丼と言われている焼きしんさんというお店があるんですけどもここのお店が鳥玉さんとコラボしてプロデュースしてこの焼きしんさん日本一の親子丼この大将は秋田県出身らしいんですけども秋田のおっと何味噌でしたえっとですね 白樹味噌というですね秋田県のお味噌を使ったネギ味噌これを入れてですねネギ味噌親子丼という形で今日からスタートしてますので今日から鳥玉さんって中城にあったりとか大茶菜にあったりとかですね合わせにあったりとかどこも本当に連日大行列なんですけれどもはい。 そういう意味では読み探店は意外とまだ狙い目かもしれないですね。うん、ねはい。逆にあのランチの時間もそうですけども、一、うん、回夕方までちょっとまた仕込みの時間に入られて、で夜6時から空いてる。はい ここ私すごいおすすめなのが持ち帰りもできるので電話をかけて何時に取りに行きますと、うん、言ったら待たないでいいっていうのはうん、うん、そしてまた、ね、もう家族みんなで喜んでいただけるぐらいいろんなメニューを持ち帰ることができるそうですからぜひ皆さんねそして今日からの,その新メニュー、はい、僕鳥の玉の<の>で正直親子丼が一番好きなんですけど、はいね、これにこのね味みそていうとこと。う またこれお好みですけどオプションでこの山椒山椒も好きなんですよこれ仁淀川の川沿いの自然豊かな場所で収穫されている山椒これをねあ栄で売ってないと思いますそうそう売ってないですレモンのようにすがすがしいフルーティーな感じになるそうで多分成城石井でも売ってないと思うの多分売ってないでしょうねはいこの仁淀川山椒ちょっと気になりますけどね あちょっともしかして切っ,、ね、ってるかもしれないですよいやこれをこ,こ,にこのねぎみそ親子丼にかけて食べると、うんはいはい、単品で680円定食だと880円 安いで1000円でお釣りが来ますからい,っかい皆さん今日からの販売ということで、はい、多分今ラジオを聞いてる皆さん前回もちょっとメールでご紹介配、ね、しましたけれども、はい、このラジオを聞いて鳥玉さんの話をしたから鳥玉に行ったっていう方もいらっしゃるので今ラジオを聞いてる皆さんぜひ今日からスタートの,その新メニューねぎみそ親子丼ぜひねちょっとハンドル切ってあの鳥玉さん行ってみてはいかがでしょうか。はい、せっっかかくだからねちょっとあの 召し上がった方はメールもお寄せいただきたいと思います丼、ね、の底に忍ばせている深い味わいの隠し味秋田のネギ、はい、うん、多分秋田のネギ味噌最高に美味しいと思います、うん、そしてまたねそのこのコラボして作ったっていうのがまたいいですよねそうですね、はい、本当に多分沖縄ではそう味わえない味わいなのではないかと思いますので皆さんぜひね鳥、えー、玉、えー、足を運んでみて美味しかったらまたお声を届けていただきたいと思います、ねはい はいよろしくお願いします、はい、さあ続きまして SKS ス,スカイ観光サービスさんの新しい情報ですけれどもやっぱりいいですよね、はい、ハウステンボス、はい、はい長崎県にありますもう一度は皆さん行かれたことがあるあとは行ってみたいと思う場所になると思いますいハウステンボスの旅 2>,、うん、え2泊もしくは3日間1泊2日か えー、2泊3日の旅、はい、で今回ハウステンボスのパスポートえー、それからえー、また福岡ハウステンボス行きのオークバスの乗車券えそれからあの宿泊朝食などもついた上での値段となっているんですけれども、うん、宿泊ねさっきレ子さん食いついてましたけど、うん、変なホテル<そう> <laughs> 変なホテル変なホテルっていう名前のホテルですからねそうそうそう、はい、びっくりしましたけどねえー、選べるホテルの中の一つに、はい まあ、ホテル日光ハウステンボスホテルオークラ JR ハウステンボスホテルアムステルダムそして変なホテルというの変なホテルは内地で本当に話題になってるんですけれども、はい、どあのロボットが受付してくれるんですよ、はいはい、まずあ。そうなんですかでこれ、なんかなんていうんですかな、ねうん、機械の画面とかそういうんじゃなくて、はい、本当にあのホテルのスタッフに見える人型ロボットが対応してくれるんですよ。 っていう仕掛けがあらゆるところにあってロボットホテルみたいなこれだからね、多分家族でいったらお子様とか本当にギャギャいそうですね。ですね、あとまたそのホテルももちろんなんですけども、全泊、そしてまた後泊っていうんですか、これ、それも博多の方で選ぶことができるそうですから、詳しいお問い合わせ、SKS スカイ観光サービスさんの方までよろしくお願いします。あとビジョン <あ>はい、えっと、はい、シナジースクエアに設置してます大型 LED ビジョンこちらで、えー、ぜひですね広告出されませんかっていうご案内を、うんえー、しておりますはい、はい、えっとつい最近料金体系をちょっと見直しまして、はいえー、一番リーズナブルなプランだと、うんうん 月額1万円からあそこに出すことができますので、はい、ぜひあの気になった方はですね、シナジスクエアのホームページに問い合わせフォームありますので、はい、そちらからお問い合わせいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。旅館で一番目立つ場所です。はいね、はい、ありがとうございます。うん、今日もシナジスクエアの林さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。 時刻は十二時三十一分になっています。スカイ・ミュージック・ツアーズ、お届けしています。さあ、先ほどはシナジスクエのね。二周年の情報を皆さんにお,とお届けしましたが、すごいですよね。二十七日です。皆さん、千円のクーポンが百名と。 いうことなんですそれ以外にもねまだ高額なものがあるということですから皆さんぜひねちょっとそのあたり今のうちにライン登録しててくださいねさあそれではこのお時間からは皆さんに観光の情報えまたねゴールデンウィークなど行ってみたい場所なども皆さんあると思うんですが音楽を交えながらご紹介していきたいと思いますさあそれではここでえ今ちょうど東北あたり 美しい新緑そして桜の時期なのではないかと思いますさあここで皆さんに一曲を曲をまずお届けしたいと思います決めして桜 お届けしましまた、えー。曲は決明師はい、皆さんにお届けしましたけれどもいかがでしたでしょうか、えー、なんかね今日はオープニングから今日はケツメをおかけしようと思っていましたのでこのコーナーでも皆さんにケツメご紹介していきますね。 はいこのの後もままたおお届けしますのでお楽しすで楽みにさあそしてゴールデンウィークなんですが皆さん、またどこかお出かけになる予定ありますでしょうか、ちょうどね先週もお伝えしたんですが日本の中でもいろんなところに外国人のお客様もそうなんですけれども沖縄から本土に行かれたり本土からまた沖縄に来たりそして先,先日、昨日ですね火曜日の10時。 あのエンジョイライフ研究所の、えー、こうちゃんさんがねお話しされてましたが、えー、こうちゃんさんは東北のご出身なので、えー、新緑の時期ゴールデンウィークをぜひ行くのであれば東北行ったらいいよっていうのをね言ってましたまたね今度はすべての地域で新緑を見ることができる時期ですからねぜひ あのお出かけになっていただきたいですね。さあこの新緑の時期、1年の中でまあ最も快適な時期というふうに言われています。え桜が終わり、葉桜になっている時期となっているので、とってもね桜の季節に山合いを見ると山桜をすごく堪能することができます。あこんなところにも桜があるんだ。 というのを味わうことがそしてまた地元の方が再発見することができるのが4月の桜の時期なんですね、えー、そしてまたその桜が散って床に床というか道路にすべてこう桜が舞い散った後にその桜の絨毯の中を歩くというのもねまたちょっと風情があっていいんですけれどもこういった皆さん経験はぜひ子どもたちにも、えー、経験していただきたいので、えー、沖縄の 皆さん是非ね「礼ラジオ」を聴いてる皆さんは本土にこういった季節生のこの季節をね子どもたちに そしてまた大人の皆さんも感じ取っていただきたいと私はいつも思ってますえー、そしてまた、えー、新緑の時期になってくると、えー、また皆さんが知っている秋の季節になる紅葉もみじというとこうカエデ、ね、紅葉ね紅葉ね紅葉と書いてもみじと言ったり紅葉と呼んだりするんですがまもみじのこの葉っぱもいろんな種類がありまして、えー、それが本当に緑が 増していてでこれがまた夏の時期になってくると強い日差しを浴びてくるのでこの葉っぱが少しずつちょっと穴が開いてきたりするんですよねえちょうどこの新緑がスタートする時期に芽生えたこの葉っぱをねえ見るだけでも写真を撮るだけでもとっても感動すると思いますえぜひね皆さんにその新緑新緑の中での,そのドライブっていうのを、ね、楽しんでいただきたいといつも私は思っていますえまたね空気が マイナスイオンをすごく感じるので、えー、人間の脳というのはあのすごくこのマイナスイオンを求めているストレスの社会ですからね、えー、なおさら新緑の下、えー、例えば関東でいうと那須高原とかこういったところもいいですよね、えー、そしてまた紅葉の時期になってくると、えー、その新緑がこの 朝と夜の気温の差によって紅葉が増してきて、えー、紅葉の中をドライブするというのも、まあ、季節の中のまた醍醐味ではあるんですが、えー、新緑が好きという方もいればまた紅葉が好きというでも紅葉しない葉っぱもたくさんあるんですよね杉の木とかが多いところは紅葉とかっていうのはほとんどありませんから、えー、そういった中ではまた逆に紅葉だけにこのスポットを当てて、えー、ドライブする。 こういった旅行などを兼ねてドライブするというのもいいかもしれませんえ、また jr などに乗ってえ jr の旅というのもいいと思いますえ、列車の中から見える桜の景色え、そしてこの清流ね綺麗な川の水をすごくね清らかな音をまたね、えー、本当に聞きながら トロッコ列車などに乗ったり SL 号なんかに乗ってみるというのも皆さんどうでしょういかがでしょうかね、えー、私はもういろんなところであのそういったあのものを体験していただくのっていうのは日本人に生まれてよかったなといつも、ね、思う部分があるんですけれども、えー、旅の楽しみというのは夏の暑い時期に行くとどこに行っても疲れるっていう部分はあるんですけれども、えー、5月4月5月の一番新緑の美しい季節にドライブそれから旅行するというのは 本当に快適です皆さん、えー、ストレスがありませんし、えー、またね湿度もないです逆に朝晩が少し肌寒いと感じられるのが4月5月の旅行となります特にゴールデンウィークから6月の、えー、梅雨に入るまでの間の、えー、新緑の旅行というものは皆さん格別ですからぜひ、えー、沖縄の皆さんは本土に、えー、本土の皆さんは一足早い夏を体験するには沖縄にぜひいらしてくださいね さあ今日はここで皆さんにねご紹介をしていくのはゴールデンウィークに行きたいスポットなどなどをご紹介していきますさあ一位に選ばれましたのが、えー、これインターネットでねゴールデンウィークに行きたい場所と検索するだけで出てきます、えー見ええー、とね第一位の青森県弘前、えー、ここはやはり桜の満開の季節がゴールデンウィークになっているそうですさあ今年は少し多分ゴールデンウィークよりも早く あの桜が咲くんじゃないかと思います弘前公園の桜祭り弘前桜祭りは4月22日からもうすでにスタートしていますね5月の7日に予定されていて50種類2600本の桜が咲き誇るそうですまた夜にはライトアップがあるということで昼間とは違う趣の花を花見ができるそうですさあ沖縄の皆さんよ桜 見物されたことありますか、えー、本土の、ね、桜祭りに行くと夜桜見物、本当に下からライトアップしている桜、そして出店がたくさん並ぶ中でそういった一角を歩きながら快適な気温の中で、ね、堪能するのいいと思います、えー、そして2位が三重県の伊勢神宮です。 もう私ね、伊勢神宮は大好きなんですけども、伊勢神宮とこう隣接されているおかげ横丁というのが大好きなんですね、あの赤福の社長さんがこのお金を投資して作られた。 おかげ横丁、えー、こちらも、ね、含めて伊勢神宮、行かれてみてください、えー。3位に選ばれたのは、鹿児島県の指宿です。指宿の砂蒸し会館、ここ行きましたよ、えー、去年ねあの、スタッフで行ったんですけれども、砂蒸し会館、多いところでは、ね、何万人という規模で、砂蒸しを体験されるそうですから、えー、鹿児島の話題などはね、また CM を挟みまして、皆さんにもご紹介していきますそれででは一旦です。 時刻は十二時四十六分になっています。スカイミュージックツアーズをお届けしています。さあ、先ほど鹿児島のお話をさせていただきました。鹿児島といえばえ、ここ沖縄からバニラエアが就航しているの、皆さんご存知でしょうか？鹿児島ではなくて、宮崎の方なんですけれども、このバニラエア、すごくね。 快適でしたね、えー、飛行機の旅皆さんねお好きな方も多いと思いますまた逆に一度乗った飛行機が揺れたことによって二度と飛行機は乗らないという方もいらっしゃると思いますさあ私の出身福岡県北九州市小倉なんですが、えー、北九州空港からねあのー、有名な、えー、スターフライヤーという黒のね黒を基調としたまた革張りの 素敵な飛行機があるんですね。えー、こちらはね、もう残念ながらあのー、一時的に沖縄との、えー、沖縄北九州を結ぶスターフライヤーがあったんですが、残念ながら一時的でしたね。えー、一度、えー、何年も十何年前ですけども、スカイマークがあのー、北九州と ここ沖縄を結んでいたんですけれどもねやっぱり便利さというのは北九州空港よりも北九州空港はもう1泊380円なんですねあの駐車場に車を止めるというのは、えー、でもやはり博多の方が便が多くて、えー、そしてまたあの料金もねシーズンオフになると安く買えますのでまた皆さんピーチなのに乗ったことあると思うんですが平日などは。 ピーチで就航すると2990円、それから高い時でね、まあ4980円、それからまあ6980円、8980円などなどで買えますが、スカイマークなどを利用すると、まあ、福岡などもかなり便利に行くこともできます。さあそんな中で、まあ、鹿児島などね、今皆さん NHK の大河ドラマでもね。 あのやはり有名になっていて、えー、鹿児島といえばもう桜島というイメージがありますし、えーセゴドンえー、西郷隆盛のふるさとであるということは皆さんもご存知だと思います。えー、終焉の土地であり、えー、鹿児島をもう本当に回る というと、やはり桜島をメインにまた城山公園に行かれたり桜島からそして鹿児島をつなぐこの桜島フェリーですねこれを利用される方々も多いと思います。1914年の大正3年の噴火によって島の南東側は大隅半島と陸続きになったということで本当に皆さん今では一部はね こう陸続きになっていますがえ、わざわざこのやはり桜島から眺める景色をこの味わうために桜島フェリー利用される方多いですよね。えそしてまた忘れてならないのが。 そう桜島の特産品、桜島大根、ね大きいですよね、えー、ここはもう噴火をする桜島とのもう本当に、まあ、共存となりますが、えー、約5000人が暮らしているわけなんですよね、行かれたことがある方も多いと思います、えー、鹿児島に行くとね、私はもう絶対忘れてならないのが、あのカスタードという美味しい中に、カスタードクリームが入った美味しいこのお土産。 それから、まあ、かまぼこなどもとても有名なんですけれどもジャンボという、ね、お餅もすごく有名でして、えー、そして最近ではいろんな道の駅などで足湯を楽しんだりすることもできるんですよね。えー、昨年ねあのケーブルテレビあの観光撮影観光というも視察をさせていただいた際に、えー、またあの都の城にあるケーブルテレビとラジオ局視察に行った際にその流れで鹿児島の方も行ったんですけれどもやっぱりね 鹿児島はいいですね私も仕事でガイドの時の仕事で鹿児島には何度も行ったんですけれどもやはり鹿児島に行くと食べたくなるのがやはり角煮だったりきびなごだったりそしてまた郷土料理にねあの郷土料理とそして薩摩常駐というと皆さん今では霧島ねすごくもうメジャーになっていますが鹿児島というと、まあ、白波か 霧島,まあ、霧島は宮崎ですからね鹿児島というと白波で、えー、民宿とか旅館などに泊まりますとあさり汁を、ね、鍋いっぱい朝食で用意をしてくださっていて、えー、そしてまた薩摩焼酎のこういった白波などはもうふんだんにも飲み放題なんですよねもう瓶ごと出してくださってで向こうはあのー、先にお湯を入れてから焼酎を入れる確かスタイルだったと思います私九州で、あのー 北九州の方からはだん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 米焼酎から麦焼酎からどん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 この下になるにつれて芋焼酎に変わっていくんですけれども福岡県の辺りギリギリぐらいまでが、あのー、日本酒ができるんですけれどもねだん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 気温が高くなってくるので、えー、焼酎しかできない焼酎が文化になってくるんですがそういったね、あのー、こういったお酒巡りなどもね また皆さんに味わっていただくと旅がより一層楽しくお過ごしいただけるんじゃないかと思います。えぜひ、ね、また皆さん、えー ここ、えー、2階にあります旅ラボさんぜひねあの旅ラボさんの素敵な爽やかな遠山さんがいらっしゃるので旅の計画などもね皆さんぜひしていただきたいと思いますえー、そしてまたシナジースクエアの店舗内に入っています SKS スカイ観光サービスさんこちらの方もぜひ、ね、あのいろいろとご相談いただければよろしいんじゃないかと思いますさあお届けしてまいりましたスカイミュージックツアーズいかがでしたでしょうか旅のお話またね音楽などをお届けしながら皆さんに1時間楽しんでいただけたのではないかと思います この番組は美味しい楽しい暮らしに便利な読谷のスポット2周年を迎えますシナジースクエアと沖縄の観光をお得に楽しむユクルポの提供でお送りいたしましたそれではエンディングの曲をおかけしながらお別れとなります皆様またのご登場をお待ちしております